アソドックは日本のお笑い芸人である。脊髄性筋縮小により、顔と左手親指を除いた部位が動かない状態である中、お笑い芸人界で初の寝たきり障害者を名乗って芸能活動を行っている。熊本県甲子市在住。血液型は O 型。星座はヤギ座。身長150センチメートル、体重24キログラム。 1978年12月29日、佐賀県宮城町に生まれる。生後間もなく脊髄性、筋縮症を発症した。福岡県立畜後養護学校赤坂文校へ進学。養護学校高等部1年の時に、筋ジ,ジストロフィーを患う同級生とコンビを組んで、お笑い芸人を志したが、その同級生は卒業後に高いし、芸人への道を一度断念した。 その後、2011年よりニコニコ生放送へ、お笑いネタの動画投稿を始め、2012年には NHKE テレのバリバラ障害者情報バラエティにてテレビ初出演。日本一面白い障害者パフォーマーを決める小マイナス1グランプリの第3回大会にて準優勝を果たす。同番組に出演していたカンニング竹山は、 笑いの天才っぽい人が出てきたなと評価した。この後も同グランプリに出場を続け、第4回大会では7位、第5回大会では2位。本人は寝たきり障害者がキャラ負けしたとコメントした。2017年に入り、同年4月に本人主演ドキュメンタリー映画、寝たきり失踪、ラモーンズを公開。同年8月には自身初の写真集、アソド、 福のネタ集を発表するなど、精力的な活動を行っている。R-1 グランプリ2017では、2回戦に進出している。また、福岡市で開催されている、ライブイベント、お笑い番長など、地元九州各地のイベントにも出演している。2020年バリバラ賞1グランプリではついに、芸人のハウス加賀屋とコンビを組み優勝。 2020年7月11日には極真空手、US 大戦空手、と並んで世界中で人気を有する日本空手道光圏空手の10級を取得。世界初のネタ切りで空手の右級者となった。当日は京都から日本空手道光圏空手の大熊義樹が熊本のアソドックを訪問。少々授ヨシソの模様が YouTube にて放映された。AB ネクプロフィール。2018年3月8日閲覧。AB、YouTube ランキングアソドック登録。再生数。2020年5月6日閲覧。ABCDE、ネタ切り。芸人道場はいらない。ただ笑って。毎日新聞。 h t t p コロンススララッッシシュュ m n i n i c h i j p スラッシュアーティクルズスラッシュ20160103スラッシュ k00 スラッシュ0 0 e スラッシュ040スラッシュ 134000C2016 年1月4日閲覧。バリバラスペシャル1章 -1 グランプリ 2012NHK バリバラ公式サイト NHK2016 年1月4日閲覧。 小マイナス1グランプリーン大阪大学後編 NHK バリバラ公式サイト NHK2016 年1月4日閲覧コロナの自粛生活を笑いで障害者の意外な困りごと NHK ファットガチ空手の球を取得しちゃいましたホープフォートモロー、テレビ東京2019年5月14日閲覧これまでの放送内容 2019年5月14日閲覧、ありがとうございます。